る針が。おい、どういうことだ。私がブルメシアに戻ったのは、ムラネがブルメシアを狙っているという噂を聞いたからなのじゃ。あの左に立ってるやつはアレクサンドリアの女将軍ベアトリクスだな。あやつがベアトリクスか。泣く子も黙る冷血女と聞いたが、見るのは初めてじゃ。ベアトリクスか。ベアトリクス、そうだ、ベアトリクスだ。他にも世界には私よりも強き者がたくさんいると聞く。中でもベアトリクスの権威はアレクサンドリアはおろか大陸で一番だと聞いた。プラトレイ様はどうしても私を置いて旅立つと言われるのですね。ああ、そうだ、分かってくれフライヤー。今は平穏なブルメシアだが、他国は確実に力をつけ始めている。私の槍一本でどこまでブルメシアを守れるものか。その前に世界を守り、強者と会っておきたいのだ。プラトレイ様、私は一人で生きていける自信がない。フライヤー、お前なら大丈夫だ。自分の力を信じるんだ。そして自分の運命を信じるんだ。私は世界を一巡りすれば必ずブルメシアに戻ってくる。その言葉を信じてもいいのでしょうね。ああ、もちろんだ。しかしフラトレイ様、あなたは戻ってこなかった。どこかの地で果てたという噂だけを残して。信じられなかった、信じられなかったのじゃ。フラトレイ様の最後をこの目でこの耳で確かめるまでは信じてもならぬと思ったのじゃ。だから私もこうして外へと身を投じたのじゃ。どうしたフラヤ。いや、なんでもない。ただ少し昔のことを思い出しただけじゃ。まだ忘れられないんだな。あ、誰か来たぞ。謎の男。素晴らしい雨じゃないですか。まるで、そう、まるで我々の勝利を祝福してくれているかのような。もうクザよ。お前のくれた黒魔導士たちのおかげでブルメシはすでに征服したも同然じゃ。だが肝心のブルメシア王の姿が見当たらんのじゃ。ブルメシア王を仕留めなければ、しつこいネズミたちはまた勢力を盛り返すだろう。どうなっておるのじゃベアトリクス将軍。ゾーンとソーンはブルメシア中をくまなく探させております。私も直ちに捜索に参加してまいります。無駄なんじゃないかな。え、知ってるかい、ネズミってのは地震が起きると集団で引っ越しを始めるんだ。今度は砂のうちにお引っ越し。さ、文字通り尻尾を巻いて逃げていたよ。王様も一緒にね。
砂、まさかクレイラではあるまいな。クレイラだとしたら厄介なことになるぞ。クレイラですか。あの砂嵐の中にさえ入れれば私の舞台で攻め上がれるのですが、クレイラに逃げ込まれたらもうどうにもならんわ。えい、行くぞよ。またお前の力でなんとかならんのか。お任せくださいませ。陛下にご満足いただける賞をこのクザメがお届けいたします。将軍にお願いがあるんだけど、兵士たちをクレイラの方へ集めておいてくれないかな。きっとドブネズミたちは必死の抵抗するだろうし、子供同士だけじゃ心もとないから。あんなこと言ってるぜ。だいたいあの気色の悪いやつは何者じゃん。本当だよね。さあ、見たことないやつだな。それよりクレイラってのは幻の都と言われているあのクレイラのことだよね。そうだ、外界との接触を絶ってもう100年は経つくらいじゃん。そんなに経つんだ。クレイラに逃げ延びたということはしばらくの間は安全ということじゃない。一体どういう国なんだそのクレイラって国は。よ、クレイラの民は我々ブルメシアの民と同じ血が流れる者たちが住むところじゃん。じゃが遠い昔にほんの些細なことでブルメシアとはたもとをと分かったのだ。立ったのだ。今は砂嵐に包まれた町で静かに暮らしていると聞く。おい、フライヤー、また誰か来たぞ。あいつまたしても。ブルメシア兵、お前たちこれ以上ブルメシアを荒らさせはしないぞ。私はベアトリクスとして挑むのですか。ベアトリクス、その勇気だけは認めましょう。ですが私は容赦いたしませんよ。待て、ベアトリクス。お前の相手はわしらじゃ。お前本当になんで立ち向かったんだ。本当、ここはわしら、私らに任せて、私は早く王をお守りするのじゃ。すみません、フライヤーさん、お願いします。本当にもう私も甘く見られたものだ。百人斬りの異名を持つ私にとってお前たちなど虫けらに等しいわ。さて、ベアトリクス戦、初めての。いやー、来ましたね、みんな大好きベアトリクス、超美人。食べちゃおうかな。そうそう、これはね、私が倒せない。後ろだけなんかメイドの風とかやっておく。一応ちょっと盗める。食べちゃおうかな。食べれないけど。来た、ショック、強っ。ちょっと抵抗はしようか。ショックかっこいい。強っ、引くじゃん。食べちゃおう。大メイク、うわー。まあそうですよね。ちょっとやってみる。そうだよね、ごめんね、ベアトリクス、ちょっとハレンチだったわ。2段1回だけで経験値入ったっけ。かわいそうだから使いますか。ダメだった気がする。3、
書く。誰だ。あ、時短狙いかな。ちょっと放っておこう。どうしようかな。マジックホーム行けなかった。いや、かっこいいね。なんかかわいいね。すごっ MP すごすぎる。これはやばいわ。あんなにあるのか。やばいわ。いやーすーごい。もう一回やってみる。来た。私に刃向けるなど100年早いストックブレイク。己の浅はかさは悔いるのです。虫けらども私の闘志を満足させてくれるやつはこの国にもいないのか。ベアトリックス、もう良いか。クレイラ進行の準備をするぞ。あ、かしこまりました。さて、ドブネズミは置いといて、問題はこっちの少年なの。ここからディスク2ですね。それにしても物騒になってきたね。ああ、ブルメシアだろ。とんがり帽子の軍団っていう見たこともない奴らにやられたらしいじゃねえか。たく手柄を立てるチャンスなのに俺はこんなところで。そうかい、僕は戦争は嫌だな。誰が好き好んで。そういえばあの時のツタ袋下げたおじさん、今思えばやっぱり怪しかったよね。怪しいわそりゃ。ん？そんなことはないんじゃないか。どうしたどうした。あれ、君は疑ってたと思ったけど。俺はいつもあんな態度なんだよ、知ってるだろ。言っておくけどピクルス好きに悪いやつはいない。普通のピクルスなら俺も大好きなんだ。マジかよ。唯一食えないあの臭いピクルスをあんなに食えるなんて、俺はあのおっさんが羨ましかったよ。いや、相当あれだけ臭いんだ。君って誤解されやすい人なんだね。そうなんだよ。おかげで気がつきゃこんなところで警備してるってわけさ。なんなのこのなんか門番コント多いな、なんかいろんなゲームで。車掌の話ではもうじき山頂の駅に着くそうです。姫さん、あ、ごほん、ダガー殿、お眠りになっておられるか。姫様は
はブラネ様に関する話を認めておられる。しかしブラネ様が戦争なさるはずがない。したがって姫様の思い過ごしであろう。城に戻られ、ブラネ様が話されれば解ける誤解である。いやいや、自分の任務は姫様を無事城にお連れすること、そのことだけを考えておればよいのだ。スタイナーもアホかと思いきやいろいろ考えてんだな。あ、山頂の駅やった、着いた。どうもありがとうございました。それじゃ気をつけてな。とは言ってもまだアレクサンドリア方面の鉄馬車が到着するまで時間があるかな。いつ頃到着しますか。こっちのが防電駅に戻るのと同時だから、まあ要するにここまで乗ってたのと同じくらいの時間待っとけってことだな。結構待つそうだな。その先に休憩所があるからゆっくりしていくといいよ。わかりました。どうしたのスタイナー。姫様。なんだ。だからそれをやめなさいって。アレクサンドリア領であります。とうとうここまで帰ってきたのであります。かわいいかよ。え、帰ってきたんだ。でもお城が見えたわけじゃないのね。それは姫様におかれましてはアレクサンドリアといえば城のことかもしれませんが、今世間知らずと思ってバカにしたでしょ。そのようなことは。まあいいわ。それじゃあ行きましょう。さてさて、山頂の駅ですね。ガリンドブルム方面に戻る。ここが山頂の駅ですね。あー、まだちょっと、でもちょうど間なのか今。でも一応ここがアレクサンドリア領に入るってわけです。あ、鉄馬車マニア、山頂の駅へようこそ。鉄馬車の仕組みはご存知かな。知らないよ。やばい。知らないとは困ったものだ。この鉄馬車、正式名称ベルクメアは創業8年、リンドブルムとアレクサンドリアの友好の架け橋として作られたものなのである。リンドブルムの発明した切り機関によって稼働し、2台の鉄馬車が引き合う形でつながっており、片方が山頂にあるときに片方が麓にあるという重力エネルギーの有効な活用を可能とする独自の設計になっているのである。相当早口なんだろうなこれ言うのも。へえ、でもそんな感じなんだね。終わりかよ。長いかと思ったわ。知っているなら話は早い。隣の休憩所で待たれるというだろう。で、休憩所？あそこ休憩所かな。こっちはなんだ。ああ、こっちも行けるんだ。マリちゃん。ここが一番落ち着くんです。休憩所はどうしても男の人が多くて。できればあのままあの人のそばにいたかったけど、仕事もあるし。マリちゃん。なんか、女子度高っ。マリちゃんの女子度めちゃめちゃ高い。見てみます。あ、こんな感じなんだね。ここが休憩所ね。アレクサンドリア方面の鉄馬車を待つ間、ここで情報収集でありますな。フェニックスの、お、読みたいな、こういうの。読めないのか。ナズナー。
手紙持ってたね。手紙渡そう。あたいにグリモからの手紙クポ、近くなのにわざわざ届けてくれてありがとうクポ。グリモからナズナへの手紙、バイトのマリーちゃんの片思いを見ているととても胸が苦しくなってくるクポ。ナズナは恋をしたことがあるクポ、グリモはまだ恋をしたことがないクポ。恋するマリーちゃんを見ているだけでこんなに苦しいのなら自分が恋をするとどれだけ苦しいのだろうクポ。なんかいいなこれ。あたいは絶対恋なんかしないクポ。恋なんかしたって、恋なんかしたって。何があったんだナズナちゃん。あ、お願いがあるクポ。モチョスに手紙を渡してほしいクポ。おー、いいよいいよ。ありがとうクポ。セーブする？しか。アレクサンドリア方面行きの方はもうしばらくお待ちくださいませ。あ、着いたか。今の音は？ウィンドブルーム方面への鉄馬車が出発したようですね。あ、乗り遅れたずらー。どこかで聞いたことのあるような声。いるな、奴が。こんな山奥で鉄馬車整備た、ろくでもねえ仕事選んじまったもんだぜ。作業員とかが多いのかな？ゲートってのは本来鉄馬車だけじゃなくて、低い手のゲートの役目もあるもんなんだ。けど今はそのゲートが閉じて、この上を通れなくなっちまってるかな。そっか、その真上にあるわけだね。コック。いや、いらっしゃいなのよ。儲かってるって。儲かってますか？そりゃもう儲かっちゃって、お忙しさ。ここの名物は？あ、そりゃなんといってもまんまるカステラさ。美味しそう。南ゲートのまんまるカステラ。輪っかに切れば太陽の笑顔、二つに切れば虹の架け橋。世界の架け橋、南ゲートの味の架け橋、架け橋、まんまるカステラ。美味しそう。輪っかに切れば太陽の笑顔、輪っかに切る、二つに切れば虹の架け橋。輪っか。輪っか、なんだろう。国境を越えればそこは新しい世界。アイテムも揃えていきな。あ、アイテム屋さんか。お、あれ今何装備してるんだろう。あ、風属性、ガラス、エスカッション、ミスリル、とんがり帽子。あ、でもこの辺持ってる系か。装備ね、マルチナラケットだ今。力下げて、これでガラス。あー、そっかそっか。上がる。無駄遣いかもだけどね。この辺はいっぱい持ってる。ちょっと待っとこ。ヘッドギア、三角帽子、ラバーヘルム、アイアンヘルム。てるとこ、胸当てもとこ。何でも何でも買っとく。武器なんか覚えられるかな。あーあー、マジか。レイズとかか。弱いけどこっちから行くか。弱いけど。エアラケット、
しょうがないもんな。シェルはこれで覚えられる。カメラ欲しいな。これでいこう。しょうがない。組カバーとかいる。見て今後の予定を検討中であります。ほうほうほう。そしてあれだ、ズラが聞こえてきたな。ズラが聞こえてきた。ズラめっちゃ見てる。なんでみんなそんなに。やめてよ。いた。あれは乗り遅れてしまった。ズラどうする。ズラそんなこと言われても知らないっすよ。皆さんが景色眺めながら南ゲート名物まんまるカステラ食べたいなんて言うからっす。可愛いな。リンドブルムに戻るのが遅れてしまうズラ。仕方ないっす。ボスには内緒にしとくっす。おありがたいズラ。外決まればもう一個まんまるカステラ食べるズラ。いいな。やれやれっす。すごい再会だ。はっ、己アクト。あまた証拠りもなくまだ姫様の誘拐を企てるか。誰すらこのブリキのおもちゃみたいなの。えい、忘れたとは言わせぬぞ。忘れたっすか。プルト隊の隊長っす。いいな、マーカス。やっぱかっこいいよな。急にごめん、急にごめん。あ、思い出したズラ。あの芝居の下手な騎士ズラ。ぐぐ、口の利き方すら知らぬとは。ここで自由に動けんの。あ、こうなっちゃうのね。みんなどっか行っちゃったね。マーカス様。あなた確かマーカスよね。こんなところで何をしてるの？お、姫様じゃないですか。ない、ない、姫様、お姫様じゃないっすか。全然言ってない。何をしてるって、これは、それはこっちのセリフっす。え、こんりゃ、たまげたずら。お姫様がこんなところにいるずら。俺たちは物盛りを抜け出した後。姫様、このようなごろつきと話してはなりませんぞ。ダメか。怒られちゃう。オイラたちはあの後、ワノ森を抜けて。もう、スタイナー、いい加減にして。姫様、このような。同じ。スタイナー、いい加減にしなさい。なんと。私は再会した知人と話もさせてもらえないのかしら。知人などと、そのような。アデルバート・スタイナー。は。怒られてるズラ。騎士の名がなくす。あ、アレクサンドリア方面行き、ただいま到着いたしました。お、どうやら到着したみたいズラ。シナさんはリンドブルム方面行きっす。そんなことは分かってるズラ。でもマーカスはアレクサンドリア方面ズラ。そうっす、トレノに行くっすから。だから見送りに行ってやるぞ。優しいな。へこんでる。マーカスもトレノに行くのね。スタイナー、私たちも行きましょう。スタイナー、もしかして怒ったこと気にしてる？いえ、そのようなことは。もちろんお供させていただくのであります。そっかそっかそっか。
さんもいないんだ。へえ、なんか面白い仕組みだね。それでは気をつけて行ってこいズラ。わかったっす。必ず兄貴を助けてくるっす。兄貴？ねえマーカスは何のために取れんのに？あ、お姫様も取れんのに行くズラ。マーカスは取れんので一仕事あるズラ。一仕事って、あ、アレクサンドリア行き出発しますよ。あ、お姫様も早く乗った方がいいズラ。姫様、ひとまず乗り込みましょう。あ、行くって。じゃあ入ろうか。あ、マリちゃん、それでは出発いたします。狭狭いな。ねえ、どうしてマーカスは取るのに？兄貴を助けるためっす。兄貴って？俺が兄貴って呼ぶのはブランクの兄貴だけっす。石になった兄貴を助けるため、俺たちはあちこち情報を集めたっす。そしてトレノに白銀の針というどんな石化も直すアイテムがあることを知ったっす。それじゃあシノはどうして？シナさんはその情報をタンタラスのアジトに伝えるためリンドブルムに向かったっす。そうだったの。それじゃ今度は俺が聞く番っす。何？ジタンさんはどうしたっす？そうだよね、確かに。リンドブルムで別れたわ。ずっぷ、ずいぶんあっさりしたもんすね。用が済んだらはいさよならっすか。そんな言い方はないでしょ。ジタンやみんなが私のこと子供扱いするから。知らないわあんな人。そうっすか。それじゃあ俺も何も知らないっす。マリちゃん、彼の励みになるように頑張って働かなきゃ。自分は何も申しません。すべては姫様の意のままに。マーカス。ねえマーカス、その、私にも手伝わせてもらえないかしら。何をすか？私にも責任があったわけだし、その白銀の針を手に入れるのは。そんなの必要ないっすよ。俺たちだけで十分っす。でも人数は多い方が。あ、何事であるか。故障かもしれません。見てきますのでしばらくお待ちください。大丈夫か？